はい、皆さんこんにちは。今日もですね、前回に引き続きライディングジャケットの紹介になります。今回はですね、ちょっとですね、価格帯が前回よりも高いものにはなるんですけども、ワイズギアの YAS63K というですね、そんなジャケットになっています。これなんですけど、まず最初にいろいろあるんですけど、このこういうところが特徴ですよというのはいろいろあるんですけども、着心地が非常にいいです。まあ、いいポイントとしては、いろんなウェアを着る機会は多いんですけども、ただ圧倒的にね、お値段が高いだけあって、着心地がですね、すごくいいっていうのがまず第一印象です。で、柔らかいんですよね、動きやすい。なので今年実はね、これ買ったんですよ。まあ、これの別の色ですけど、今年はこれでいっちゃおうかなと思って実は買ってはいるんで、自分も買ってるぐらいですから本当におすすめではあるんですけど、まあ、いいところ悪いところ含めてですね、簡単にご紹介させていただけたらなというふうに思います。まずですね、今日ちょっとまあズボンの色がね、似ちゃったからちょっとあれかもしれないんですけど、これがですね、ブルーですね、ブルー、青い色。特徴としてはムラ染めという手法でですね、模様というか、ちょっとこうわざとムラができるように、色ですね、配色されているというところがですね、一つ特徴になるのかなというふうに思います。そしてステッチが入っていて、こういうホワイトのですね、全体的に縫い目が白で、まあ、これちょっとデニムっぽいというか、まあ、デニムよりブルーっぽい感じですかね、の彩りになっているというところがあります。あとは着た印象として、各部の絞り込みがちょっとね、全部ねきちっとしているというか、要はダブつく部分がないです。例えばこの腕の部分も、なんて言ったらいいんですかね、この辺が少しね狭く感じるんですよ。基本的には窮屈というのとは違うんですよね。なんか肌にベタつかない感じの素材になってて、なんかさらっとしてるんですよ、着心地は。さらっとしてるけれども、ただこの辺はキュッと絞られてるんで、乗りやすいだろうなっていうのと、あとは信じられないぐらい長距離に乗った場合、例えばツーリングとかで1日で1000キロとか、そういう時には明らかに差になる。まあ、別に300キロ400キロのツーリングでもですね、明らかに適当にブワッとしたジャケット着るよりは確実に楽だとは思うんですけども、基本的に3シーズン着れるようなジャケットの中では、まあ、ちょっとお値段張る部分、すごくやっぱ素材感が違うなと、快適だなと思わせる部分が多いですね。例えばこれ、これストレッチ素材です。はい、なので動きを邪魔しないですよね。で、タイトなのに動きを邪魔しないのがすごくですね、まあ、楽ですね。なのでぜひこれはですね、おじさんたちにおすすめのものですね。もちろん若い方がこういうの着たらめちゃめちゃシュッとしてかっこいいと思うんですけど、まあ、我々みたいなおじさんもですね、まあ、見てる方はおじさんかどうか分かりませんけど、おじさんにもですね、やっぱりちゃんとスタイリッシュに着れて、かつとにかく楽。ジャケットの単純な重さもすごい軽いんですよね。で、着心地がすごく良くて、かつこれ普通の私服に見えるようなデザインになってるとは思います。なのでそういうところも含めてですね、いいなと。あまりこうバイクしていないけれど、なのにバイクの乗った時のところを徹底的に追求してるっていうところがですね、多分お値段の秘密なのかなとは思います。例えばこれね、ここにこれ、まあワイズギアのやつなんで、コラボ品なんで、ヤマハの革ロゴがまずついてます。だけど主張してるのはこれだけですね。例えばここにヤマハとか、ここにこうヤマハとかね、なんでヤマハの商品買ってヤマハの CM して走んなきゃいけないんだって思わせるような、そういうところがないですね。非常に主張が少ないっていうのが一つと、あとはこういう一個一個のチャックだったりとか、ね、僕性格上ね、こういうのにすごくね、イラッとしちゃうんですよね。こういうところがスムーズに動かなかったりとかすると、あとこのこれが使いづらかったり、なんていう名前なんだろう、チャックのこの持つとこね、っていうのもですね、きちんと滑らかで軽やかに動いて、パッて手をやった時にすぐそれがあって、見なくても操作できて、スッとポケットが使える。で、中がサラサラなんですよ、これポケットサラサラです。で、まあ、通気性も良さそうなんで、ちょっと寒いシーズンに着るともしかしたら少し寒いかもしれないですけど、という意味ではですね、まあ3シーズンジャケットとしてちょっとちゃんとしたものが欲しいなっていう方にはですね、まあいいのかなと。ここのところ、まずソフトパッドが入ってます。ここからここまで入ってます。で、結構幅広いです、ここからここまで。なのでかなり面としては守られ度が高い。そして背中ですね、背中にはですね、ちょっと分かりますかね、ここから、おじさんだからね、手が上行かないですよね。もうここまで入ってますね、ここなので、ここからここまで入ってる。幅はここからここぐらいですね、この間この間ね、ぐらいバーッと入ってるんで、結構ねしっかりしてると思います。あとね、ここまでがさっきの肘なんですけど、その上すぐここから肩ですね、肩はここまであります。ここからここまであるんで、で、幅は結構前の方まで回り込んでて、ここからです、ここからあって、また手が届かないんだけど、ここまでかな、ここまで、はい、
なので肩を包み込むような感じでこうグワッという感じでついてますね。なのでプロテクター系は、まあ、前は入ってないですけどね、プロテクター系は結構それなりに入ってるのかなっていう印象ですね。で、あのプロテクター独特のこれ多分バイクウェアの2万円ぐらいの価格帯のものを着てる方ってよく分かる話になるんじゃないかと思うんですけど、羽織るときに手入れようとしたらここのプロテクターがこうプロテクターの裏に手が入っちゃって、本当はここにシュッと入るところを入っちゃって引っかかってあっとか、なんか妙にその存在感が無駄にあってごわついてうまくいかない、こう着るときになんか引っかかってうぜえなってなったりするとか、動いてるときに変な位置にずれててこれこけたとき本当にちゃんと肝心なとこ守るんだろうなって感じになったりとかするっていうのもあったりすると思うんですけど、そういうのがないですね。もう完全にピタッとそこの位置から動かない感じなので結構自由度が高くて、やはり高いだけやって動きやすいなっていうのはですね、プロテクターが入っているにもかかわらずなかなかやっぱしっかりしてるねっていうのは正直思いますね。この服装って多分そのまあ、春先夏、まあ、秋口ぐらいまで着ると思うんですけど、割とタイトめなので下にこうあったかくするようなものを着るのはちょっと難しいかもしれないかなとは思うんですけども、結構ピチッとしてるんでね、なので、まあ、サイズワンサイズ大きくすればあのそれもいいのかもしれませんけど、ただこのジャケットせっかく着るならこの感じで着たいなっていうのがね、今これ下にロンティー着てるだけなんですけど、正直なところすごい肌触りもいいからと思わせるようなそんな感じになってます。ちなみにあとはねこれフードがついてるんですよ。で、僕基本的にフードあんま好きじゃないんですけど、いらねえなっていうのが本音なんですけど、ただこれね一応ねフードストッパーっていうのが映るかな、この辺についてるはずはい、そこの今、ここのところにねフードストッパーっていうのがあるんで、デザイン上フードはついてるんだけれど、だけどそのフードがこう風でってなりづらいというところもですね、まあ、よく気づいたねというか気を使ってるねという部分だったりはしますね。ただまあちょっと気になるポイントとしては袖が長いっていうのがあって、まあ、これはある程度平均身長の方、例えば170ぐらいある方は関係ないかもしれないですけど、僕だとね実際こんな感じです。ちょっと袖長いな他のウェアに比べてっていうところが、まあ、気にはなった。ただそれはですねきっと体型の問題かなと思ったりするんですよね。多分普通の、平均的などれぐらいなんだろう、170センチぐらいで、ある方が普通にシュッと着ると適正サイズをね、そうするとまあ、ピタッとくるんだろうなと思いながらですね、まあ、個人的にはあれかなと思いました。ちょっと違う色着てみましょう。さあというわけでですね、今度は黒着てみたんですけども、結構ねその黒だとこのステッチがすごく映えてですね、おしゃれな感じしますね。こうはっきりと白い糸で縫ってあるんで、まあ、目立つというか、例えば真っ黒になっちゃうとアリンコみたいじゃないですか言い方おかしいですけどとかですね、そういうのもあってですね、そういった意味ではこういう風にメリハリがついててかっこいいんじゃない黒もと思ったりするんですけど、でちなみに例えばこれね、ここロゴが入ってます、ヤマハのコラボモデルですね、はい、ロゴが入ってたりとか、あとはここですね、バタつき防止、私はですねどうやらケツがでかいらしくてバタつかなさそうなんですけど、ケツがちっちゃい方はですねここを締めることによってこういう風にですね少し裾を絞ることができるという装備がついてたりですとか、あとはねここ暑い時ねここ開けると要は走行風が入って中が涼しくなるみたいな装備もついてたりはします。これは各色一緒ですね。でここのところほら皆さんライダーなら分かると思うんですけど、ここの金具で、タンクに傷つけないようにそこのカバーがついてたりとかねっていうのもありますね。であとはですね地味なんですけど、これ内ポケットがあるんですよ。例えばチケットとかなんかパッとしまいたい時にですね、ここですね、はい、内ポケットがついてたりするんですよね。であとは一応紹介ってことなんであれなんですけど、ここ2本線が入ってるじゃないですか。ここのところが要は消臭抗菌の部分です、はい、消臭抗菌の部分になってます。そして裏生地はパジャマ生地を採用していると。嘘ですよ、パジャマっぽい柄っていうだけで、はい、なのでですねこれを着て、まあ、リバーシブルでね裏返してこれ着て夜寝てもらってもいいんですけど、そして朝起きたらですねパッと脱いでパッとひっくり返してパッと着ることによってすぐツーリングに行けるというですね、早朝日曜日ライダーの皆さんにも優しい仕上がりになっているという感じですね、はい。まあ、ブラックもですねすごくいいんじゃないですかね、デザイン上は。特にバイクでもクルーザー系のバイク乗ってる方とかにも合いそうですし、はい、そんな感じかなというふうに思います。さあというわけでですね、今回は LL をですね七半くんが着てくれてます。七半くん身長確か180ぐらいあるんですよね、はい、はい、はい、で80キロでこんな感じですね。ちょっと離れてこんな感じかな、はい、着た感じぴったりですか、それともちょうどいい袖長いでしょ
ただまあこの袖の若干の長さはグローブはめた時に逆に役に立つ可能性もあるんで、まあ悪くないのかなと思います。はい、ちょっとねこうえんじ色というかそんな感じになってるんですけども、非常にですねこの色もかっこいいかなと思います。まあ私が買った色なんでね、最高ですね。というわけでですね、これが LL サイズですねを180センチが着るとこうなるという感じになっています。まあ、そんなわけでですね、今日紹介したのはこういうヤマハと、まあ、櫛谷さんのコラボ商品のジャケットということで、この手のやつって本当にすぐなくなっちゃうんですよ。で本音を言うと、あのどっちかっていうとこれって僕らが仕入れて僕らが売らなくても、あのメーカーのサイトで一瞬で結局なくなって終わっちゃうだけなんですよ。でそれを視聴者の皆さんになんとか回せないかっていうことでね、あの入れてるものにはなりますんで、ぜひ興味がある方はですね YSP 横浜戸塚の、まあ、概要欄のところリンク貼っておきますんで、 YZ ギアのところまだこれ撮影してる時にはちょっと残ってるっぽかったんで、ぜひ見ていただいてですね、お気に入りのウェアをゲットという感じにですねしていただけたらいいのかなというふうに思います。まあ、この手のアパレルシリーズもし皆さんのお役に立てるんだったらまた続けていきたいなと思いますんで、やっぱりねかっこいいモデルさんが来たの見てもですねイメージ湧かないと思いますんで、ぜひぜひそんな感じですね今後もお見知りおきをということで今回はお別れになります。さよなら。